スタジオオーパーツ。こんばんは、ゾウです。こんばんは、ピエロです。こんばんは。6月12日、はい、あのボリューム74、はい、コーナーの見たのね、弾き語りあります。そうですね、コウさんといえばいろんなパターンがあるんですけど、うん、今回は弾き語りですね、うん、続いてその後はね、はい、ピエロの叩いてなんぼ、はい、叩いてみました、うん、ゾウさんを叩いてみ、はい、てないですけどね、はいはい、叩いてみました、はい、その勉強は2本立てでお送りします、はい、お楽しみに。お楽しみください。今すぐ君にとても会いたくて、とても会いたくて、遠くの星をずっと見つめてた、夜空を飛び交う無数の星、遥かな今から君に会いに行きたくて、会いに行きたくて、今でも君に分かって欲しくて、今すぐ君にとても会いたくて、とても会いたくて。スタジオオーパーツということで、はい、あの今日はちょっと僕が持ってるスネアを一個一個 ね紹介します、はいはい、これはグレッチの5インチの現行のやつなんですけど、はいはいはい、ヴィンテージタイプにちょっといろいろついてます。これ今あのミュートなんですよね、はい、昔はこうミュートがついてて、ミュートそうなんです。これ回すとこう川の方にグーッと寄ってって、でミュートがかかると。ミュートがかかるんだ、はい、最近の現行のモデルはもうミュートついてないんですけど、これは、はいはいはい、あの逆にヴィンテージっぽくつけてるやつですね。あ、昔はそういうのついてた。そうなんですよ、昔もう全部タムにも、フロアタムに、あ、フロアタムもそうですしね、ベードラにもついてたんで。これが面白い、これが面白い、これがね、チューニーキーがね、グレッチのやつがここにつくようになってるんですよ。これ結構便利なんですよ。最近 DW とかね、こうハイハットスタンドにこうついたりとかするんですけど。あ、知ってる知ってる、ね、見たことありますよそれ、はい、でこれはね、スナッピーを調整してるところなんですね。これ音がどんどん変わってくるんですよね。変わってきたでしょ。スナッピーってあの後ろについてるなんか、そう、あの響き線のバネね、はい、結構ね、でも調整で音の低域の出方とかも変わるんで、はいはいはい、今これあの布でね、タオルでこうミュートかけてますけど、割とこう周りの倍音が
取れる感じですね。なるほどね、はい、これリズムやってますけど、これハヤットはね20の15インチのやつですね。あ、はい、なるほど、はい、あのピエロの舞台でなんぼ久しぶりできた、ね、そうですね、久々で、ね、ああいったシリーズものもまたちょっと復活されてね、いろんな楽器ね紹介してもらいたい ね、 確かに確かに、うんうん、あのゾウさんの方もね、似てなんぼがあるし、あ、そうそう、それもね、ねちょっとまだ紹介したい機材いろいろあります。そうですよね、うん、確かにね。いやでも最初のコナン・アノミさんの弾き語り結構良かったね、はい、やっぱコウさん特徴ありますよね、いいですよね、うん、はい、ちょっとなんだろう、みんなと違う物差しだからさ、はい、あの人そうですね、なんかねアーティスティックですよね、測、うんね、りきれない、はい、でなんか、はい、なんか演奏を楽しんでる感じがね、そうですね、最近やってるのを見てるとね感じるんですよ、はい、持ち曲めちゃくちゃあるんですよね、すごいんですよそれはね、もうぜひね、はい、一作目からすごいなんか何枚組のアルバム出してほしいね、そうですね本当にでいろんなパターンがあるんで、そうそう、次はどう来るんだろうっていうのは ね、 ね、映像もあったりとか ね、 ね、ロックあったりとか、そうですね、女の子に歌わしたりとかさ、ね、あとこう、あ、自分で描いたこうイラストと一緒にやったのもありましたよ ね、 ね、結構あのイラストすごい自分のイラストが好きだって前おっしゃってたじゃないですか、ね、そうですね、あ、なんかもう素朴な感じで俺好きだな、はい、いいですね、うん、ちょっとまた次はどういうパターンでいくのか、弾き語りは初めてですよね、うん、だから弾き語りやって、はい、うん、いいね、どれもそれ、はい、いろんなパターンやってほしい、弾き語りでいろんなパターン、ね、ロックでいろんなパターン、はい、そんなの楽しんでほしいな、はい、Love is real Real is love Love is feeling Feeling love Love is wanting To be Love is touch Touch is love Love is reaching Reaching love Love is askingTo be loved Love is you You and me Love is knowing We canLove is living, living love. Love is needing to be.スタジオオーパーツ。